ありがとうございます。今日は私の方から発表に先立ちまして1点コメントをさせていただきたいと思います。熊本地震から1年を迎えてということであります。4月の14日熊本県益城町震度7、そして我々はこれは当然のことながら本震だと思って今いたところ、なんと2日後の16日にまた震度7ということで、いかに活断層型の直下型地震一旦起こると大変なことになるのかと、我々としては救援活動を行う中でもまざまざと実感をさせられたところでありました。この熊本地震発災から間もなく1年を迎えようとしているところであります。改めましてこの熊本地震によってお亡くなりになられた皆様方のご冥福、また今なお避難生活を余儀なくされている人々をはじめ、被災を受けた皆様方に心からお見舞いを申し上げたいと思います。本県におきましては南海トラフ巨大地震、また中央構造線活断層地震ということで、これに備えた防災減災対策、これに取り組んできているところであります。これに加え熊本地震で得た多くの教訓、これを生かし県民の皆様方にもぜひ正しく備えていただく、備えあれば憂いなしということでありまして、去る3月の30日中央構造線活断層地震の震度分布図を公表させていただいたところであります。そしていよいよ8月末までに被害想定を出していこうということでありまして、そうした意味では今後この被害想定なども受ける形で、より活断層型の直下型地震、これに対してしっかりと備える、こうした点に力を尽くしていきたいと考えているところであります。ということで今後我々としては二面作戦を取らざるを得ない、つまり海洋型の南海トラフ巨大地震と、そして活断層型の中央構造線活断層地震、この両方にしっかりと備えるという形で、そしてこれらをはじめとする大規模の自然災害における死者ゼロ、これをしっかりと目指す徳島ゼロ作戦、強力に展開をしてまいりたいと考えております。それでは発表事項に移りたいと思います。今日は徳島漁業アカデミーの開講についてであります。人を育む、生産を増やす、マーケットを開くとの好循環によりまして、儲かる農林水産業の実現を目指し、先月改定をいたしました徳島県食料農林水産業農産漁村基本計画におきましては、時代を担う人材への投資、こちらを1丁目1番地の最重点施策として位置づけをさせていただいたところであります。この計画を先取りする形で平成27ですね、今から見ると一昨年の10月に開校した海部きゅうり塾では1期生が9名、このうちこれまで6名の方々が実際に就農をされておられます。昨年開校した林業アカデミー、こちらは先月末に第1期生11名皆さん方が1年の研修を終えて即戦力として林業の現場に巣立っていかれたところであります。そしていよいよ漁業分野におきましても減少に歯止めのかからない、また高年齢化が進む担い手の確保、こちらに向けまして徳島で漁師を目指す方々が漁業に関する知識技術を学ぶ徳島漁業アカデミーを来たる4月19日水曜日となりますが開校する運びとなりました。第1期生をお迎えをする入学式、こちらを徳島市東沖の巣の徳島県水産館会において開催をすることといたします。第1期生は5名の募集を行っていたところ、10名の皆様方からご応募いただいたところでありまして、最終的には18歳から36歳までの7名の皆さん方にご入学いただくこととなりました。ちなみにこの7名のうち女性の方は1名、また3名の方は県外から本県へ移住をしてこられます。なお式典の終了後にはこの度の開校記念をいたしまして1年間のカリキュラムのトップバッターといたしまして、私が儲かる漁業創出への挑戦と題して
受け持つこととなったところであります。次にこの漁業アカデミーでは先月3月の28日に完成をいたしました県水産研究科南庁舎、こちらを拠点とする多彩な講座とはもとより研修生のニーズに合わせましたオーダーメイド型の現場実習、また漁業者宅でのホームステイ、まさに漁業者としての生活を実感をしていただくということですね。こうしたホームステイを通じまして、まさに漁業者の暮らし、実際に体験のできる漁村滞在プランなど徳島ならではの実学に即した研修を受けていただくことといたします。またアカデミーの運営主体につきましては、公益財団法人徳島県水産振興公害対策基金、また徳島県徳島大学阿南高専、また県漁連の皆様方、そしてベテランの漁師の皆さんで組織をする親方軍団の皆様方など、多くの関係機関関係団体と緊密な連携を図りながら行うことといたしております。まあ、この中でも中心となりますのが徳島県水産振興公害対策基金、こちらでは新たにアカデミー推進課を設置をいたしたところでありまして、県からはその課長また主任講師の2名を派遣をいたしますとともに、非常勤の職員といたしまして会場での現場実習を担当していただくベテラン漁業者の方3名、また現場との連絡調整業務などを担当する県漁連の職員の方1名を配置をいたしまして、研修生の方々が一人前の漁業者として定着をするまで万全の体制で取り組んでまいりたいと考えております。まあ、近年全国的に漁業学校、この開校が相次ぐ中で、この度県内外から7名の第1期生をお迎えすることができたのは、まさに本県漁業に対する期待の表れではないか、このようにも思うところであります。地方創生本格展開加速を掲げる本年、この徳島漁業アカデミーをしっかりと運営をいたしまして、現場から求められている即戦力となる人材を養成することによりまして、漁業を通じた地方創生にもしっかりと力を尽くしてまいりたいと考えております。私の方からは以上です。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは発表事項に関して質問がある方は挙手をお願いします。すみません、今の報告事項の中で熊本地震の、はい、免許だったと思うんですけれども、で防災対策ということで、まあ、知事おっしゃったように、まあ、海洋型と活断層型二面作戦でこれから取り組んでいくと、で、まあ、常々おっしゃっているように死者ゼロを目指すということもおっしゃっていると思うんですが、まあ、ただ一方でこう県内のこう防災対策を見たときにですね、まだまあその死者ゼロが実現できるところまでまあ、ハード整備、まあ、ソフト対策も含めてですけれども、まあまあ、十分でないところもあろうかと思うんですけれども、県内の防災上の課題ですね、まあ、具体的にどういうところにあって、まあ、今後どういうふうに進めていこうと考えられているか教えていただけますか。はい、やはり防災減災対策、まあ、かつては防災対策といってハードで守りきると、まあ、いわゆる人知、まあ、科学技術などを活用して自然災害を防ぐんだ、まあ、こうした少しうぬぼれに近いものがあったんですね。しかしこれが無残にも打ち砕かれたのが千年に一度の大震災、東日本大震災と、あの釜石の巨大な防潮堤が一瞬にして液状化で用をなさなくなってしまうということでね、まあ、四国最大の防潮堤も海陽町、こちらにあるわけでありました。まあ、これはその後だいぶ透水性を持たせるとか技術的な進歩は当然のことながらあるんですがね、やはりこうした防災だけでは無理だということで、実は東日本大震災を境としてまず徳島から減災という言葉をこれに加えさせていただくとなると、この減災の意味合い、これはハードだけではなくてソフトを加えるということが重要なんですね。例えば海洋型の地震ということであれば、まず逃げようと、天然湖という言葉がね、これ東日本大震災からもう一度言われるようになったんですけどね、まずは逃げるんだ、自分の命をまず救うことによって多くの皆さん方の希望につながっていく。例えば消防団の皆さん方も実は東日本大震災で多くの方が亡くなったんですね。それはなぜか、
最後の最後まで避難を呼びかけて、そして津波被害に遭ってしまったと。でもその後、消防団の皆さんというのはもちろん避難誘導も重要なんですが、逆に救援救助、これも一大戦力なんですね。ところがそれがもう戦力が大変落ちてしまったと。まあ、こうしたことからその後、消防庁においてもこの消防団の皆さん方の対応の仕方、まずはしっかりと、もちろん避難誘導呼びかけはするんですがね、ある一定のところでまず引くと、そして救援救助に赴くと、大きく行動スタイルが変わってきた、まあ、これ一例なんですけどね。あるいは率先避難行動と、地域の皆さんとともにまず企業の皆さん方が逃げようということを地域の高齢者の皆さんであるとか、あるいはお子様連れの皆さん方に呼びかけて一緒に逃げようと、率先避難行動と、まあ、いわゆる新しいこうしたソフト、また企業にしても行政にしてもそうなんですが、 BCP ですね、事業継続計画ということで、まず被災を受けて、そしてすぐに立ち上がって、そして対応していくんだ。企業の皆さん方はお約束をした契約をしっかりと履行するために、物を作るところであればきっちりそれを供給をしていくんだ、供給体制を復帰する。我々行政だったら当然のことながら、防災減災以外の日々、この行政といったものをいち早く復活させると、あるいは事前復興ということで、避難場所、こうしたものをどこに用意をしていくのか、あるいは避難の住宅ですね、それを今熊本の時の大きなこれ教訓にもなるんですが、不便な場所にこう行ったら誰も移ってくれないですね。だから日頃のうちからもういざという時はここに避難住宅つけましょうと、応急仮設住宅作りましょうとかね、まあ、こうした対策を事前に考えていく。あるいは農業にしても漁業にしても、一旦被災は受けるんだけどすぐに復旧していくと、漁業農業などの BCP というね、まあ、こうしたさまざまな点を徳島からのモデル全国にも発信をしてきたところでありますので、こうしたものを今はどちらかというと海洋型を中心にね考えてきた。これをじゃあ活断層型の直下型地震、超大構造線に対して備えると、まあ、すでに平成25年の8月30日にはね、40メーターの幅で特定活断層調査区域、土地利用規制までつけさせていただいているところではありますけどね、これも8月末の被害想定を受ける形で今後どうしていくのか、まあ、こうした事前にどこが危ないんだと、まあ、当然南海トラフ巨大地震では国の定めたね、津波防災のまちづくり対策といたしまして、イエローゾーンを制定しているわけでありましてね、まあ、こうしたいわゆるハード・ソフト、防災・減災がしっかりと噛み合うという形によって、実際に死者ゼロを目指していくと。もちろんこれは市町村の皆さんが、また各防災関係機関の皆さん、そして企業の皆さん、多くの皆さんと意識を一つにするというね、まあ、挙県一致での取り組み、これがなければなかなかうまく噛み合わないということになりますので、まあ、しっかりとこうした点、まず当面の目標は8月末、被害想定を中央構造線活断層型地震、これを打ち出すことによってさらにこれまでの対策といったものを変えていく、当然のことながら必要が出てくるであろうと、まあ、進化をする防災減災対策、そして死者ゼロ作戦、これを強力に展開したい。これで他に何かございますか。ましたら、発表事項以外のことでございますでしょうか。それじゃあの先週のことになるんですけども、はい、まあ、中央病院の院長さんが、はいはい、まあ、今現在不在になっているということで、まあ、川さんが地元で扱いということで入られているいるとは思うんですけれども、まあ、まあ、1月に辞表を出されてから、まあ、2ヶ月余りあって4月1日以降、まあ、不在になっていることのまず影響があるのかないのかとか、その辺のことと、あと何か取材をしていると、まあ、委員長の人事っていうのがこれまで、まあ、なんか発表されてこなかったっていう話があって、まあ何かそれはちょっとまあ、時代医療拠点でもありますし、まあ、あんまり、まあ、理解されないところなんじゃないかなと思うので、その辺まず受け止めておきたいと思います。はい、
まあ、まず平成17年の4月1日県立中部にね、まあ、院長として永井先生、まあ、ご就任をいただいて、そしてこの3月末で退職されたということで、まあ、これまでの長い間県立中部の院長さんとしてね、その手腕を振るっていただいたことには心から感謝を申し上げたいと思います。ということで、まあ、ご退職になられたということで、その受け止めということですね。まあ、当然のことながら、この県立中央病院、県立三病院、そして徳島県鳴門病院と、まあ、三病院プラス1とこう最近は言われているわけなんですけどね、また徳島大学病院とは総合メディカルゾーンということで、まさに一大徳島県の医療拠点、その中核を担うということになりまして、その院長さんというのは大変重要なポストであると、まずこのように考えているところであります。まあ、そこでそれだけ重要な人ですので、じゃあさっさとその後任を選ぶっていうのはなかなか難しいんじゃないだろうかということがこれありまして、今は病院事業管理者であります香川先生ですね、まあ前徳島大学学長さんでもありまして、今病院事業管理者の、いや中央病院の院長の事務取扱い、まあ、こちらに今なっていただいていると。まあ、ただ常勤制が必要になるということがこれありますので、まあ、医療法、まあ、第10条に規定をされている病院管理者ですね、こちらについては中央病院の副院長さんを指名をしているということになります。ということで今病院局におきましても、永井先生その後任というだけにね、やはり素晴らしい手腕の持った先生を選ばなければいけないということで、当然のことながら今いろいろな人選を行っていると、このようにも聞いているところであります。まあ、いい先生がぜひ着任をしていただければな、まずご期待申し上げたいと。まあ、この病院事業管理者がいかに選ぶか、その人事に当たるということになりますのでね。それともう一つは、その院長さんの人事の発表が今までなかったというよりも、まあ17年の4月からずっとっていうことでありましたんでね、まあ、おそらくその間に交代がありませんでしたんでね、まあそうした、まあ、これまでその前のところも含めてなんでしょうけどね、そういうことだったんだと思いますけど、まあ、これについて、まあ、今後、まあ、任命権者が病院事業管理者ということになって、私の人事ではこれありませんのでね、まあ、今後そのあたりどういうふうに考えていくのか、おそらく今回の人選にあたって、まあ、こういう人を選びますっていうこともまた発表になってくると思いますので、そうした時から、じゃあその選ぶ時、これはまあ発表になるんですけど、じゃあ退任をするときってさあどうするかっていうことも当然考えていかれるのではないかと思っています。以上です。今のお話なんですけれども、まず今現状不在ということに関して、まあ危機管理上とかですね、まあ、問題性がないかっていう部分にいくと、発表はされてしかるべきだったというふうにお考えですか。はい。まず現状はですから、まず形の上としては病院事業管理者、もちろん香川先生ドクターでありますのでが事務取り扱いをしている。でもこれだけではもちろん足りない。医療法上は今ご質問があるように常勤制ということがありますので、副院長を指定をしているということになりますね。もちろんこうした体制でしっかりと取り組むと、もちろんこれがずっと長く続くということにはならないということになるかと思います。それから院長の退任にあたってそれを発表すべきかどうか、これはまあ任命権者のご判断ということになりますので、ね、もちろん採用になった時についてはこういう人がその中央病院の院長、つまり病院の管理者になるということについては当然のことながらきっちりとお話をするということはあると思うんですけどね、退任にあたっての話っていうことについては当然その次がどうするかが一番のポイントになるということだと思いますので、まあ、こうしたものも含めて当然病院事業管理者、つまり任命権者がお考えになるものと、こういうふうに考えます。今任命権者がお考えになるという話だったんですけども、まず退任と新任の話があって、ね、基本的に、まあ、人事って着任の時と退任の時っていうのは、まあ、セットで考え発表を、着任で発表したものは退任でも発表されるっていうのが基本にあるんじゃないかということが一つと、あと
まあ、もちろん知事部局ではないんですけれども、うん、あの管理者も知事が選ばれている方ですし、あの、まあ、実際、まあ、あの10階で働いている職員の方っていうのも、まあ、知事部局から交流でいってらっしゃる方で、まあ、そういった中で判断があってっていうことなんで、まあ、その辺ちょっともう一度あえてお伺いしたいんですけれども、退任とその新任がセットになるっていう、これは常識ってことではないと思いますよ。もちろんその事務取り扱いっていうこともこれあるわけです。それは知事部局でも当然起こり得るということなんですね。それから、まあ、あくまでもやっぱり任命権者のことについては任命権者がご判断をされると。例えば今回ドクターということではありま、ドクターということでね、まあ、そういった点を考えるとやはり同じドクターの皆さん方がどう考えるのかというのが一番になるんじゃないかなとこう思いますけどね。まあ、つまりはじゃあ、あの香川さんの判断によっては、まあ、これからも発表しないということでもそれはそれでいいんじゃないかということでいいですか。まあ、それはそれでいいということではなくて、それはまず任命権者の方がどうご判断をするのかということになると、それがいいとか悪いとかっていうことを言ってるわけではないと、必ずしもセットになるということでもないということを言ってるわけでして、ね、すいません。はい、どうぞ。まあ、中央病院の病院長と言われてまして、まあ、県民の少なからも大きな関心を持っていると思うんですけども、はい、まあ、何度もその後任命権者とおっしゃるんですけど、まあ、知事個人の考えとして発表すべきかとかいう考えはないでしょうか。つまり一番重要なのはどういう人がなるのかというのがまず一番の関心事だと。で、当然その人を選ぶっていうのは短編級にパパッと選ぶとかいう話ではもちろんない。もちろん定年退職とかね、そうした定時退職的なものであれば当然のことながら次の備えということになりますから、まあ、当然それに対して備えると、これは当然ある。ただ一身上の都合で辞められる場合については当然のことながら、だからといって例えば1年前から予告をされていたとかね、こうした話、あるいは半年前からぐらい予告されていたということであれば、じゃあそこから選びましょうということは当然あるとは思うんですけどね。まあ、だいぶ年度末近くなってということになってくると、大抵他のドクターたちもみんな就職先って決めてるわけですから、だから短編級にじゃあこの人ってそうはいかないんじゃないか。当然慎重な上にも慎重にね、そして素晴らしい人を選んでいただくということの方が優先する。もちろんそれはピタッと揃えば一番綺麗だし一番ベストでも、ベストがなかなか難しい、特に人選という意味でということからいけば当然ベターを選ぶしかない。で、当面はですから病院事業管理者が事務取り扱いをする。でもドクターということでそれだけでは収まらないですね。それは医療法の定めがあって従順にあるんで、常勤制と誰かを指定しなさいということになっているんで、副院長さんが指定をされているということになるということで常勤制を担保する。ただしやはり最終的に地方病院の院長さんというのはお話しがあるように、当然皆さんも関心が高いわけですから、当然重、まあ、そういう重要な人事なんでね、しっかりと選んでいく。こういうことかと思って。人事の発表の、まあ、資料、資料になったことなんですけども、全病院長が退職されたという名簿がなければ、その組織図のような中に、うん、香川さんの、まあ、兼務と、まあ、その過去の、まあ、チャートみたいなのが、そこで発表してるだけだったと思うんですけども、まあ、チームの資料をご覧になっていると思うんですが、特にその問題はないと。まあ、その兼務してるっていうことであれば別に。その全病院長の退職っていうのもなければ。いや、ただ退職の話は当然知事が同意をすることになっているんで、知ってるんですけどね。だからそれについてはまさに年度末ということですから、それはそういうこともやむをえんだろうなと。そこでもって短編級に選べると。で、おそらくそういう人いないと思うんですよ。その時ももう暇してますっていう人はね。だから当然のことながら、もう全国区にこれ、永井先生も香川大学からお越しをいただきましたんでね。これも塩谷当時の病院事業管理者がいろいろ選ばれて、そして連れて、まあ、まだ引っ張ってきたって言ったね、わけですよ、じゃないけど。で、来られたということですから、やっぱりこの中病院の人っていうのは、もちろん県内もあるんですけど、全国的にこう選んでくるというのが一つですから、年度末に引かれた場合にすぐ後任が決まるということにはなかなかならない。もちろん定年の場合は別ですよ。これはね。次
すみません、ちょっともう一回ちょっと繰り返しになるところもあるんですけど、先ほど知事部局に関しても退任と信任はセットということではないという話だったんですけども、その発表してるっていうのは重要、幹部の方とかが中心で、どういう方がなるかっていうのはもちろん関心あるんですけども、逆に言うとおらんくなるっていうことはそれはそれで逆にそれは問題点もあるわけで、それをこう出さないっていうと、じゃあ知らん間にこういろんな人のポスターがいなくなってたっていうことが知らされないっていうことにもなりかねないっていう観点もあるんで、それをこう信任は発表するけど退任は発表しないっていうことが言えるっていうのは、それだったらそもそも信任で発表しなくてもいいポストなんじゃないかっていうことにもなってくるような。それは違うでしょ。だって中で今話があるみたいにちゃんと組織図は出てるわけ。ただそれを積極的に言うかどうかっていうのは任命権者のご判断と。つまり最大の一番の関心っていうのはどういう人が中央病院の次の、もう辞められるってことは決まるわけだから、次のどういう人がそのなられるかっていうのが最大の関心事になるわけですから、当然その方がどういう人なのかっていうのは発表できないでしょ。っていうことであればそれはしっかりと選ぶということになるんで、事務取り扱いになりましたっていうことを積極聞かれて答えないってことはないと思うんですよ。だから出てるわけだから、組織票が事務取り扱いって。いや、知事はその新しい方が誰かっていうのを最大の関心とおっしゃるんですけれども、不在になるっていうことも、いた人がいなくなるっていうことも重要なニュースだと考えるんですけれども、そうでもない、それ捉え方次第ですね。だから先ほど県民の最大の関心事って言われたことについては、もう一旦引かれた方についてどうっていうよりも、まずどういう人が次になってくれるのかなっていうのが最大の関心です。もちろんマスコミとしての捉え方っていうのは別ですよ。だからそれ取材っていうことで取材権があって取材できるわけだ。だからそういうふうに思いますけどね。で、知事部局だってあるわけですよ。だから事務取り扱いっていうのはね、知事部局は全部発表されてますよ、割とそういった形はね、もう通例だから、これは毎年のことありますからね。だから事務取り扱いについて例えば取材があるかっていうとはほとんどないでしょ。新任の方はこんな人ってなる、事務取り扱いになりましたっていうことが記事になることはほとんどないじゃないですか。だから我々は通例のことだからそういうふうに出してるけど、今回そのなかなか前例がなかったっていうのは、ドクターということで1年1年に交代するっていうことはほとんどないということからの関連なんだと思いますけどね。繰り返しになるんですが、前の院長が辞めたということを、発表なかったわけなんですけども、はい、これも任命権での判断だったということになるんでしょうけども、そのことについて知事は別に問題はないとか、問題があるとかないとかっていうか、引かれてで次事務取り扱いになるということが出たということですからね。それはそういう形ということですから、別にその問題があるとかないとかっていう、だって辞められることについては一身上で辞められる、それがダメだっていうことでもないわけだし、当然ね。でそれに対して事務取り扱いになり、医療法上例えば指定をしていないということになると、これ問題があるから、当然こちら側としてちゃんと指定をすべきじゃないですかということは、医療法所管は知事局になりますからね。そういう形になるかと思うんですけど、やっぱり何か違和感はこちらの方にあるんですよね。普通だったら、新任が決まったとして発表があったとしても、いつ辞めとったんって話になっちゃうわけですよ。で普通だったらやっぱり退任しますとペーパー1枚でもあれば納得いった話なんだけども、徳信さんについて取材してみて初めて分かったっていうのは、やっぱりすごい違和感がある。どうして発表したかったんだろうというのが素朴な疑問なんですが、だからこの役所の世界というのは割とその前例踏襲というところがあって、前の時にもだどうだったと必ず前例を調べるだと思うんですよね。ということになると、平成17年の3月末までに遡ると、でそしてその当時のことを見て、やってないなと、じゃあ出さないのかなっていう、そういうことだと思うんですけどね。だからそれがいいとか悪いとかじゃなくて、確かに知事部局であればそうしたことについては事務取り扱いであっても出していると。これはだからあとは比較考量の世界だと思ってね。だから今後じゃあそれでずっと未来永劫同じパターンが例えば、何年先か分かりませんけどね、出た場合にじゃあまた出さないということにはおそらくならない。つまりその当時そうした指摘もマスコミの皆さんからなかったということもあったんでしょうね。
り今の時代になってくると確かに今お話があるように、まあ、別に出しといたらいいじゃないって、ね、事務取り扱いだっていうことでね、やめました、で事務取り扱いですと、まあ、それはまあ普通あるんだけど、まあ、確かその病院局として、まあ、かつての話から見た場合に、まあ、昔がそうだった、次それを全然踏襲したと、でそれが絶対ダメだということに必ずしもなるかどうかっていう点だと思うんですね。ただ違和感があると今おっしゃるのは、まあ、確かに知事部局と比べた場合には違和感があるということは当然ありますから、当然比較考慮をされて次はそういったことにはおそらくなってこないんじゃないだろうか。ただこれはでも私の話というよりもあくまでも任命権者ということで定めてますんでね、私自身がそれを破ってしまうということになると、何のために公営企業法で前提にしたのか、これをしたのは私ですからね、まあ、それはやっぱり慎重にそこはしないといけない。だから今おっしゃる違和感といった点については比較考慮されればね、それはみんな、なんで事務局は出すんだけど病院局出さないんだろう、でその病院局の皆さん方もマスコミの皆さんのご指摘を受けて、当然次からはそういった形にまあなってくるんじゃないだろうかなと。ただこれを私はしなさいということを言える立場にはない、こういうことですね。ちょっとすみません、後ろからどうぞ。ちょっと違和感の上乗りで恐縮ですけど、今の知事の答弁に違和感があって、この前例踏襲をひどく嫌っているはずの知事が、この前例踏襲だったんだろう、いい悪いは別にしてって今おっしゃったんですけど、やっぱこの権を束ねる知事として、このまあ、任命権者としては違いますけれども、この同じ権という組織の中の病院局が取った対応、この前例踏襲に従って出さなかったという判断はどうあるべきという、やっぱり県のトップとして何かあのここで発言がないとやっぱ県民ちょっと納得しづらいだろうなと思うんですけど。そうですかね。だって任命権者っていうのはそれぞれに定められている。私が言ってるのはあくまでも行政、まあ、私の所管としての話を申し上げて、で今回は任命権者っていうのはそれぞれ、例えば国の人間がどう任命されるかに対して、それおかしいじゃないかと前例踏襲でっていうのは言えないでしょ、分かりやすく言えばね。だからそこ言って、例えば病院局の事業のやり方がっていうことであれば当然予算の点であるとかね、これは私の部分でやってきますから、当然のことながらそうした点は、まあ、こうすべきじゃないかということはもちろん言える。あの任命権って人事という面では確かにそうかもしれないけど、うん、情報公開、情報発信のあり方という行政のあり方だと思うんです、今問われているのは、うん、そこについてはいかがですか。まあ、情報公開のあり方についてはこれ一般的にね、まあ、なるべく出せるものについては出していくという形をとっていると。だから今おっしゃるようにその違和感というね、まあ、こうした点についてはそうでしょうねと、知事部局と比べると違うということだと。当然そうしたものを見て、あ、これはそういう方向に持っていくんだなっていうふうに、当然私にこうせえと言われてやるんではなくて、あ、当然そういうふうにしていくんだなっていうふうにきっと変わっていくんじゃないでしょうかと。ただここは人事の話になるんで、そういう期待感を申し上げたということです。もちろん前例踏襲っていうことに対してね、当然それを変えていくべきだということは常に言って、また病院局の皆さん方もそれはね、もちろん知事部局にいた人も当然いるわけだから、そうした意識を持ってくるということは当然あり得るべきことだと。だからおそらく次は変わってくるんじゃないでしょうかと。ただこれは何度言うけど、変えなさいとは言えない。人事の点についてはね。ただ情報公開といった観点では、今はっきりそこまで違和感、確かに知事部と比べると違う部分がありますよね。これはただ申し上げてください。だから期待感はということはそうした、その意味。人事の部分じゃなくて、情報公開と知る権利というかね。その、県民医療最後の砦という存在はまあ県庁だと思うんですけど、はい、まあ、その県庁 の、 この院長という重要なポストと、それとまあ病院事業管理者という、 それぞれ の、 このすごい大きな役割が当然あると思うんですけど、今ちょっとそれその事務取り扱いということで、香川先生があるいは副院長先生がこのカバーし合っているという、まあ本当に言うと好ましくない状況なんだろうなというのはまあ感じてます。でこれをまあどう、まあ、その認識は知事いかがですかという点と、まあ、今後 の、 この改善への期待感というか、その辺はいかがでしょうか。はい、これはもうすでにお話をしているように、それぐらい重要なポストなんで、短編級にね、もちろん半年前に辞めますという話であれば、当然その間に選ぶことができるでしょう。
しかし年度末ということになると当然もうほとんどこれぞっていう人は職が決まってます。なかなか難しい。だからそこの点についてはいい人材を、これは県民の皆さんの最大の関心事、私も含めてね、ということですから、いい方をぜひ選んでいただきたい、まあこういうことですね。この、まあ、できて早いうちにとか、なんかそんなことを望みたいんですけど、いかがですか。当然ね、あの1日も早くということに当然なるんですけど、でもそうすると今度はね、比較考慮なんですよね。じゃあもうちょっと待てば、これ一番ベストの人がこれ来ますと。ただ、2ヶ月前だったら、次のベターの人です、ね。じゃあどっちがいいかって。これ難しいですよね。これってね。それは私だって、もし仮に日本事業管理者の立場だったら非常に宿なんでしまう点なんですけどね。でもやっぱりここのところはドクターがこれだけおられるということであれば、必ずしも好ましくはないわけなんだけど、やっぱり1年とか2年とかっていうポストでは、本来ね、永井先生も平成17年の4月からやられてましたんでね、それを考えると大変重要な人事ということになるので、やっぱりベストの人を選んでいただきたいと。その間はもうみんなで、ね、しっかりと交わしていただきたい。我々もできるものであればやります。まあ、こういう形になるかと思いますけどね、まあ、非常に難しい人事だと。まあ、それだけにまあ今、パソコンの皆さんだから、ね、お話があるんだと、こう思っています。その他、何かございますでしょうか。はい、ちょっと話、違うんですけど、来週の知事会はまた、あ、そうですね、はい、お伺いするんですけど、はい、まあ、先日、先週も、まあ、いろいろ、これから会長選の議論はされておられましたけれども、そうですね、まあ、これちょうど去年だったかな、今年、去年だったんですけども、社員の合区に関する議論もちょうど去年の、5月ぐらいでしたね、知事会の中でも取りまとめに行われた。でその後の、まあ、今国会の中で経緯の中でも議論が進んでるんですけれども、憲法の中で改正して対応するという議論もありつつですね、最終的にはどういう形で、とにかく次の参院選へ向けては間に合うのかどうかという観点からですね、法改正での対応するとか、どんな合議ができるか、そういう議論を見ながら、知事としてはどう、やはり今の現状をどういうふうにお考えなのか、どういう形で取りまとめるあり方を期待されるのか、その辺をちょっとお尋ねしたいんですが。はい。まあ、やはりこの参議院の合区というね、まあ、憲政史上初の選挙が昨年末行われたということで、これのデメリットというのは、もう合区をされた島根、鳥取、徳島、高知以外の皆さん方ももう如実に実感をされてますし、また、もともとの与党案、あるいは野党の案にしてみても、これからどん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 合区を増やしていくということが一時議論されたことでありますのでね、大きく危機感を他の道府県の皆さんも持っているということになるかと思います。ということで、全国知事会、まあ、総合戦略政権評価特別委員長の立場としてこの処方箋を出すようにということになりましてね、まあ、これについてまず方向性としては、昨年の福岡での全国知事会、この中で全体として決議を取りまとめる、これは合区解消に向ける決議ということですね。そしてこの中には、長い目で見た場合にはやはり憲法改正といった点についてまで踏み込むべきではないだろうかと、もちろん最高裁の判例をしっかり踏まえるという前提付きでということになるんですけどね、まあ、そうした形でこの具体的な処方箋、これは検討会、これはその前の年の岡山の全国知事会、ここで私がそれをやれということにこれなりましたんでね、まあ、有識者会議、これは憲法学者、行政法の学者、マスコミの皆さん、まあ、有識者の皆さんに入っていただいて、そして何人かの知事参観にもオブザーバーとして参加をしていただいて、中間取りまとめ、そして最終取りまとめと。でこれについてはもうすでに各政党はもとより衆参両議長さん、さらには
最近参議院の方では自民党の関係でありますけど2度、まあ、呼ばれて、そして意見陳述といいますかね、まあ、質疑応答させていただいているところでありまして、まあ、我々が示したいわゆる処方箋ですよね。もちろん多くの学者の先生方からはやはり小手先のものではなくて憲法改正という根本論、つまり憲法第8章92条からあるわけなんですが、地方自治の本旨をはじめやはりはっきり書いていないと、こうした点も今回大きくあったんではないかということがあって、この憲法92条の改正、全文の改正、3条、4条、5条と、まあ、こうした点について具体的な条文としても案をお示しをしているところでありましてね。それからさらに具体的な手法として、当然憲法改正っていうのはそう簡単にできるものではないということがある。でも根本はここだと。憲法の中に衆議院とはどういうもの、参議院とはどういうもの、地方の声をどう聞くんだ、地方の意見をどう反映するんだ、こうしたものがあまりにも書かれていない、まあ、こうした点をしっかりとしたためるべきだと、まあ、そうしないとなかなか最高裁の判例が変遷したことに対して対応は難しいんじゃないか、立法府はということで、事前の策っていうのは、つまり次の通常選挙までっていうともうあと3年ということなんですよね。当然そこまでになんとか対応しなきゃいけない。もう2年かな、今から年明けましたんでね、まあ、そうした点をこう考えていきますとね、まあ、当然のことながら、あ、そうそう、3年にやるだけあと2年ですね。で、具体的なその立法措置を講じるべきじゃないかということで示した案というのが、例えば憲法附属法と言われている衆議院、参議院、両院の構成を決める国会法の中にしたためるべきではないかという案。それからもう一つは公職選挙法、これで定数などが書かれてきますので、まあ、公職選挙法を改正をして、そして、まあ、一票の格差というものを当面是正をしていくという。ただここのところでは定数増と、ただたくさんその増をするということに対してはおそらく国民世論も難しかろうということで、ちょうど2000年の時に参議院っていうのは252名から242名に10名定数を落としているんですね。これを一旦252に戻す、そして全国区と選挙区とを少し入れ替える、と全部で24あれば、まあ、これがなんとかなるではないかと、まあ、こうした案ですね。それからもう一つは戦後衆議院として1回だけ行われたいわゆる連期制ですね。つまり今参議院というのは小選挙区とそれから中選挙区が織り交ぜられている。例えば徳島は、まあ、今回多くなっちゃいましたけどね、それだと大体1人区っていうのがほとんどですね。でもそれ以外に2人区があったり3人区があったりこうしていると。ということであれば1票の格差、これが問題だと。であれば逆に1票を重しをつけたらいいじゃないかと。例えば東京都の人だったら、ね、1票じゃなくて別に3票を持って3人選ぶと。だって選ばれる人はもっと多いわけですんでね。まあ、こういうふうにすることによって1票の格差を是正をすると、まあ、連期制ということになるんですね。だから1人が3票書いてもいいし、東京都の人はいや、まあ、2票でもいいし1票でもいいと、まあ、こういう形で1票の格差を是正すれば定数の増減ということを行わなくてもいいのではないか、まあ、こうした形、これらをまあ提案を具体的にさせていただいて、あとは立法府の皆さん方がさあどうするか、もちろんそれぞれに問題点もしたためてあるんですね。憲法改正をしない限りはどの手法を取ったとしてもさまざまな課題が出てくる。例えば国会法にしてみてもこれは憲法違反ということの訴訟を免れ得ないんではないかということですね。ということでそれぞれにメリットデメリットっていうものもこれきっちり書かせていただいて、あとは最終的に立法府の皆さん方がどう判断されるのか。実は最高裁の判例が変遷をしたと。今まではあくまでも都道府県代表であるということについては一定の意味合いがあるということで、衆議院と参議院で一票の格差、例えば参議院の場合には5倍を超えていてもまあ違憲状態にならないということを言われてきたんですね。それがカラッと変わって、その都道府県代表であるということが憲法に書いてある、まあ、書いてないものですから、その一票の格差と
いうことについて、法の下の平等を超える理屈にはならないという形になってしまった。つまり衆参同じだ、まあ、ねじれ現象というのが一つのきっかけとなったわけなんですけどね。まあ、という形で、まあ、この点について、まあ、衆議院については小選挙区極性という制度改正を立法府が行う。でも参議院については区割りの改定といういわゆる技術的な点しかなってない、根本的な立法的な措置を行っていない、ここも大きなポイントとなっているところでありますのでね、やはりその何らかの立法措置はしなければいけないということになるのではないかと、まあ、こうした点についてもすでに参議院の皆さん方にはお話をさせていただいているところでありましてね、まあ、今後は具体的にどう立法府の中で動いていかれるのか、もちろんさまざまな点でお話があれば喜んで今までもしておりますけど出てご説明をさせていただきたいと。そして次の通常選挙では、まあ、ぜひこの合区制といったものを解消してもらいたいと。このようにつまりこれまでちょっと押し出してこられたように基本的にはやっぱり憲法改正で対応すべきであるというお考え方は基本的にはお考え変わりはないというところで、まあ、これは有識者会議我々としては、まあ、憲法改正というのはなかなか大変だろうというところはあったんですけどね、しかしやはり全部をこう突き詰めていくと、例えばやたら定数増を増やすそういう世論にないということもよくわかりますし、で割と法改正だけにしてしまうと根本的な憲法に遡った場合にやはり違憲訴訟を打たれてしまうと、これはもう変わりがないということがありますから、やはり根本的には憲法の中に地方自治とは一体どういうものなのか、そしてその声をどう国に届けるのか、その機関として参議院の在り方をどうするのかと、こういう手順でしっかりとこの中にしたためていく、そうしなければやはり衆議院参議院という二院制になっているということの意味合いがなくなってきてしまう、まあ、現に維新の皆さん方は一院制でいいというふうにこれは当是として言われているわけですね、まあ、そうしたことを考えていくとやはり最終的には学者の皆さん方が言われているようにやはり憲法改正、憲法の中にしっかりと書くと、地方自治とはどういうことだか、でもそれだけでなかなか時間が難しいんであれば、でも立法措置はしなければならない、これは最高裁からの、まあ、きつい立法府に対してのアナウンスということになりますので、これはしっかりとやっていただきたいということで、そこも含めた処方箋を出させていただいたということになります。他何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、